はい、皆さんこんにちは。今回は中学校2年生の Here We Go Unit 4 Part 1一緒に見ていきたいと思います。今回のところも文法だったりとか本文訳はね、概要欄の方に載せてありますので、そちらの方を、確認するようにしてください。それでは行ってみたいと思います。はい、ニューヨークでのお話ですね。ティナさん、 What do you want to see in New York?はい、まず、今回文の先頭のところに疑問詞があるので、what をチェックつけましょう。はい、do you want to see? はい、あとは主語動詞チェックしましょう。はい、want to see, do で、これで動詞ですね。はい、you, あなたはっていうことで主語です。はい、in New York, New York でっていう意味。さあ行きましょう。want to, want to 何々で、これで何々したいっていう意味ですね。はい、これは、不定詞、名詞的用法なので、want to っていう形でしっかり覚える。なので、あなたは、ニューヨークで、何を見たいですか see, 見たいですかっていうふうに聞いてます。じゃあ、そうしたら、こうたくん。I want to see the Statue of Liberty. はい、まず、I が主語。want to see. ね、ここの部分が、動詞の部分ですが、want to で、やっぱりこいつも何々したい。何見たいっていう風に聞いてるから、私は何々を見たい。見たいっていうことですね。the statue of liberty。はい、これはもう、statue of liberty は覚えておいてください。これは自由の女神ですね。ニューヨークといえば、自由の女神。まあ、女神像ですね。自由の女神像を見たい。I want to see a musical and go to the Central Park. はい、I 主語 want to see っていうところで動詞、そして and っていうので繋がっていて、実はこの go っていうのも、ここと繋がってるわけですね。なので I want to see a musical and I want to go to Central Park、 こういう形になっていきます。はい、なので、ミュージカルはそのままミュージカルって訳してくれれば OK でしょう。はい、 want to see、これで何々したい、だから見たい、ミュージカルを見たいし、Go to Central Park、セントラルパークにも行きたいです、ね。こういう形で訳してくれれば OK です。そしたらティナさん、OK、 Let's make a plan。 はい、 Let's make、 はい、これで、作りましょうっていうふうに言ってます。はい、プランっていうのは計画ですね。なので計画立てましょうよっていうふうに言ってるわけ、ね、計画を作りましょうっていうふうに言ってます。はい、そしたらティナさん、地図を広げて Here is the Statue of Liberty。 はい、 Here is、ここが、自由の女神像ですと、It's on Liberty Island、その It と Is、 これが主語動詞で It っていうのは The Statue of Liberty のことですね。スタチューオブリバティ、自由の女神はオンズリバティアイランド、リバティアイランドにありますよっていうお話をしています。じゃあ続けていきましょう。はい、それじゃあ続いていきます。はい、コウタ君、 How do we get there? はい、まず今回も先頭のところに How っていう疑問詞があります。これは手段を聞くためなので、どうやってっていうふうに訳せばいいでしょう。はい、 Do we get there? はい、主語っていうのは We、 そして Do get で疑問文です。今回のこの get there っていうところなんですが、この get っていうのは get to っていうもので、どこどこに着くっていう意味合いで使ってます。なので今回の there っていう時には get to を書かずに get there でそこに着くっていう意味になります。間違っても get to there ってやっちゃダメだからね。今回この there っていうのは副詞、まあ理解できたら覚えといてよ。there っていうのは副詞なので、今回 to っていうこれは前置詞ね。後ろに名詞が来なきゃいけないんだけど、there は副詞だから to をつけません。get there でそこに着くっていう風になります。なので、どうやって私たちはそこに着くんですか？どうやって行けばいいの？っていう話ですね。is there a ferry to the island？そうすると、この there is there っていうところね、ここだけ丸囲っといてください。今回の文法っていうところはね、この there is there っていうものを使って、何々があるっていう、そういう意味になります。なので、今回 is が前に出ているので、
何々がありますかっていうふうに、あるかっていう尋ねている部分です。何があるのかっていうと、主語はね、この部分です。A ferry。はい、後ろ、to the island。その島への、その島へのフェリーがあるんですかっていうふうに聞いてるわけです。そういうふうにね、孤島になってるんで、そこに行くためにどうすればいいかって、飛行機、それともフェリー、どっち、フェリーですかっていうふうに聞いてるわけ。そうすると、ティナさんは、yes, there is。ここでも大事なのは、there is っていうところを丸囲ってください。there is で聞かれているので、there is で答えます。これも文法のね、ところで確認してほしいので、概要欄の方をチェックしてください。yes, there is。it leaves from Battery Park。はい、まずは主語 it って言って、leaves っていうのはこれ出発するって意味です。なので、この it っていうのは何かっていうと、このフェリーですね。はい、フェリーは出発します。from Battery Park。バッテリーパークから出発しますと。はい、that sounds good。はい、これも決まり文句ですね。いいねっていう風に、感動してるわけですね。感心してるわけです。良さそうだね。はい、let's check out the theater next。はい、今回のところ、let's check っていうところで、チェックしてもらって、今回、チェックアウトっていうところも含めてね、覚えておいてください。チェックアウトっていうのは確認するです。何々を、レッツをつけて訳してるんでね、確認しようと。はい、シアターっていうのは、劇場です。なので、ネクスト、次は、劇場を確認しておこうって。はい、there are a lot of theaters on Broadway。はい、there is, there are ってやつですね。何々がある。はい、主語っていうのは a lot of theaters。今回上では、is ってなって is there ってなってるんだけど、今回ここ are、B 動詞が are ですね。今回その後ろの主語を見てみると a lot of theaters っていう風になってて、たくさん劇場があるんですねっていう風に言いたいんです。だから主語が複数だからここ B 動詞 R になってるんでね。There is a lot of theaters じゃなくて There are a lot of theaters です。On Broadway。ブロードウェイに。ブロードウェイにはたくさんの劇場があるんですね。I want to see a dream。はい、I 主語。want to see っていうところでチェック。見たいって意味ですね。アラジンが見たいです。っていう風にコウタ君言って終わります。今回の解説のところはこれで以上になりますがね、there is, there are の文法事項だったりとか出てくる熟語、単語しっかりと予習して学校の授業に臨んでください。それではこの、授業の方はここで終わりにしたいと思います。最後まで見ていただきましてありがとうございました。またどん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 動画の方アップしていきますんで、ぜひチャンネル登録だったり、自分の勉強に活かしてください。それでは終わりにしたいと思います。ありがとうございました。